こんにちは。グレースライトカレッジバスケのグレースです。第24回のテーマは DB2023 グリーンカード抽選です。この動画を見てわかることは、グリーンカード抽選とは何か、グリーンカードを持つとどんな利点があるのか、どのように応募すればいいのかです。ではよろしくお願いします。今年のグリーンカード抽選を英語で言うと DB2023、 当選すれば2023年にアメリカに入国できるであろうダイバーシティビザのことです。ダイバーシティとは日本語で多様性です。つまり移民大国アメリカでは、ある一定の国からの移民が偏らないように多様性を保つための移民ビザです。応募資格はこちらです。歴史的に見て移民ビザ発給数の少ない国出身で、18歳以上、高校卒業または同等の職歴がある方、同等の職歴の詳しい内容については概要欄にある公式ホームページより各自ご確認ください。今年の応募期間は10月6日、米国東部夏時間午後12時から11月9日、米国東部標準時間午後12時までです。結果の発表は2022年5月になります。グリーンカードを持つ利点としては、現在の国籍を保持しながら自由に米国内で居住、就学、就職ができます。大学費用も政府の援助が受けられるので、留学生とは比べ物にならないくらい安く済みます。バスケ目線で言えば、審査の厳しい O ビザや P ビザの取得なしに、マイナーリーグに参加したり、生活を支える仕事をしながらトライアウトを受けて期間限定リーグに参加したりと、アメリカ国内でのバスケ挑戦の機会が広がります。応募方法は非常に簡単、しかも無料です。こちらのウェブサイトから応募できます。概要欄にリンクを貼っておきますね。応募に必要な内容はこちらです。氏名、性別、生年月日、住所、居住国、電話番号、E メールアドレス、最終学歴、結婚の有無、子供の数、有効なパスポート情報、その他、生まれた市と国、これは国籍とは別の場合もあります。最後に写真、これは細かいサイズ規定があるので、各自公式ウェブサイトをご確認ください。ここで注意点が一つ。当選した人が自動的にグリーンカードをもらえるというわけではなく、当たるのは発給上限数よりも多い人数です。当選イコール移民ビザを申請する権利が与えられるので、当選後は指示に従って迅速に手続きを進める必要があります。なぜなら毎年DB ビザ発給上限に達すると終了してしまうからです。そのため移民弁護士を雇って手続きを進める人も多くいます。グレースライト家のビザについてお話しします。私グレースも、グレースライトインターナショナルのオーナーライトも、日本生まれの日本育ち、日本国籍です。だいぶ昔の話になりますが、2003年に応募した DB2005 グリーンカード抽選に当選し、現在は永住権でアメリカに住んでいます。当選後は移民弁護士を雇うこともなく、自分たちで手続きを進め、無事グリーンカードを取得しました。抽選申し込みをどうしても代行してほしい、当選後の手続きを手伝ってほしいなどご希望の方がいらっしゃいましたら、グレースライトインターナショナルまで E メールにてご相談ください。
最後までご視聴いただきありがとうございました。カレッジバスケに挑戦！チャンネル登録もよろしくお願いします。